はじめまして、こんばんは、橋本です。今回はね、これそら豆を育てていこうかなと思うんですが、今回ね、初めて育てます。軽くね調べたんで、まあその辺でね簡単に育て方とかも紹介していこうかなと思います。あと種まきまでだねやろうかなと思います。でまずね、そら豆なんですけれども、収穫はね春なんですけれども、基本的にね秋まきするね植物になっています。なので越冬する植物ということになります。でもしね寒い地域に住まれてるっていう方はね、早春というか冬の終わりにね種まきをしてもらって寒さに当てるといった育て方をする感じになります。最近だとね春巻きできますよっていうね品種もあったりします。まずね発芽適温なんですけれども、15度から25度っていうことで、暑すぎる時期はダメと。だからちゃんとね秋になってから植えましょうということになって生育適温はね16度から20度っていうことで、やっぱりね発芽適温の方が高いので秋まきが適しているよということになります。で30度以上ある時にねまくとどうなりますかっていうと、まあ腐っちゃうっていうこともあるんですけれども、豆がね腐りやすいので腐っちゃうっていうこともあるんですけれども、そもそも伸びすぎるよということがあります。まあこれはね気温というよりは、それから冬が来るまでの時間、日数っていうのがね関係してくるんですけれども、あんまりね早巻きすると成長しすぎてしまって耐寒性がなくなってしまうということがあります。で越冬なんですけど、本葉がね 4-5枚、2枚ずつねセットで出てくるので 4-5 段というふうに数えた方がいいかな、4-5 枚だとちょっと分かりづらいですけども、2枚2枚2枚ってね出てくるので、まあ、4-5 段ぐらいでね越冬するのが一番いいと。ただねこれ伸びすぎるっていうことがまあまああります。この時はね種子を、まあ、根元からでいいんですけども、切ってもらって、もう側枝がね出てると思うので、そういう時は側枝だけね残して、種子はねもういらないので切ってもらって、側枝をね育てて越冬という感じになります。プランターはね少し深めがいいのと、あとは支柱がね必要かなっていう感じですね。で一つの枝にね鞘が5、6個ついたらね摘心をして芯を止めてあげるという感じです。摘心する理由なんですけど、先端にねアブラムシがつきやすいっていうのと、あまりね実をたくさんつけてしまうと実がね大きくならないので、まあ5、6個ぐらいで、一枝に対して5、6個ぐらいでね止めてあげるといいのかなと思います。収穫時期はね鞘が重みでね下がってきて、で鞘自体にね光沢が出てきたりとか、鞘のね割れる部分、パカッとね開くところ、あの辺がねちょっと色が濃くなってきたりしたら収穫適期ですよという感じになります。で育て方をねざっくり言っていったんですけれども、今度はまあちょっとね話は戻って、種まきですね。種まきはねやっぱり腐りやすいということ、まあマメ科なんでね過湿に弱い植物になります。で少しね特徴があって、まあ浅まきにするとか向きがあったりだとかっていうのはあるかなと思います。豆にね黒い筋というか黒い部分があるんでね、それをね下向きに向けて差し込むという感じになります。で浅まきでね全部埋めないっていうのも一つのポイントです。全部埋めない理由は、茎がね早く地上に出やすいようにということになります。そら豆が大きいんでね、やっぱ豆科だから腐りやすいっていうのが一番のポイントかな。じゃあ早速ねやっていこうかなと思うんですが、ちょっとまずは開けようか。今回買ってきたのはねこれチクラ一寸そら豆っていうことで、大きいそら豆みたいで、なんかこれが人気らしい。今回はねホームセンターとかスーパーではなくて近くのね種苗店で買いました。別に理由はないんですけども、そら豆どれがいいのかなって思ってたら、これが人気だよって教えてもらったんで、まあ全国的にね人気かどうかは知らないけど、そのお店ではこれが人気だったみたい。でちょっとね話変わっちゃうんですけれど、今回ね手袋してるんですが気になさらないでください。ちょっとここ見えてるんだけど、手をね怪我しちゃったんだよね。涼しくなったからと思ってね庭木をね
ノコギリでギコギコ切ってたらね手をやっちゃうっていうね。まあそんなに派手にはやってないんだけどね、うん、ちょっとねノコギリ触っちゃって切れてまではない、ノコギリの刃がブスって刺さっちゃったみたいな、そういう感じで、種はねこんな感じ、種っていうか豆なんだけどね、でこういう感じになってます。で黒い部分がありますよって言ったんですけど、黒い部分ないじゃんっていう感じなんですが、これはねお薬がついてます。マメ科の植物、非常に腐りやすいということで、こういったねお薬で処理されてることが多いです。まあ、ただねそら豆でも無消毒種子っていうものも一部出回ってはいるみたい、うん、よかった薬付きのやつだった、うん、何も確認せずに買ったからね。こういったね消毒されてる種子の場合は普通のね育苗培土とか、まあある程度ね簡単に殺菌した培養土とかに植えてもらっても大丈夫なんですけれども、無消毒種子、この薬がついてない種をね植えるってなるとすごく腐りやすくなっちゃうので、その時はね挿し木とか種まき用の専用のね無菌の培養土っていうのが売られているので、そういったものにね植え付けるといいかなと思います。で、そうだそうだ、黒いとこだったね。黒いとこどこっていうと、これこの二股に分かれてるこっち反対側はね何もないんだよ。だけどこっちはまあこう見ると Y 字みたいな感じで分かれてるんだけど、こういった感じで分かれているので、ここがね黒い部分、この分かれてる間ね。でどうやって植えるかっていうと、こうここにね根っことか芽があります。なのでこうじゃなくてこう、うん、分かるかな、形でこう、ここなんだよね。この分かれてる方でもスーッとねなってる方じゃなくて、ちょっとへこんでこうぷっくりしてる方のここにね芽があるので、ここをね地面に差し込むという感じになります。じゃあちょっと準備するね。今回はねもうポットはこんな感じで準備してきました。簡単にね消毒した太陽熱消毒がねしたリサイクル培土というか、あれだけしてる pH 調整だけしてるって感じの土です。でこのねビニールポット使う時あれなんだけど、底にしか穴ないのよ。でこういった平べったいものに置くと下がね加湿になっちゃうっていうことがあるので、今回自分はねちょっと見えないか、この角にね4つぐらいポツ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 と穴開けてます。あ、ここちょっと見える。紙ファイルとかにさ閉じるときに紙に穴開けるパンチってあるじゃん、ガチャンってやるやつ、あのガチャンってやるやつ、あれで挟んでパチンって開けただけ4つね。じゃあ早速ね植えていこうと思うんだけど、さっき言った通り向きはこうね、でブスッと刺して開けて浅巻き、これぐらいで OK、 これ以上深くは植えない。で今回植えるのはね4つ、ポット4つ分かなと思います。まあ欲しいのは2つ、3つぐらいだったら植える余裕あるので3つ出てもいいかなって感じで4つ植えてます。まあこんな感じで、まあ、ざっくりでいいよ。この上がね全部埋まらない感じで植えていきましょう。ブスッとブスッと、こんなもんで OK、 ブスッとこんなもんで OK。 でこれでねとりあえず OK なんだけれど、この後ね水をあげていくんだけれど、その前にねちょっとねまたね話に戻ろうかなと思うんですが、ポットはね9号ポットに1粒ぐらいがちょうどいいです。2粒まいてもいいです。だけど、うん、一般的には1粒、あのそら豆ってね種が大きいじゃない、なのであんまり入ってないのよ。なので1個ずつまいて出なかったらそのポットはねしょうがないっていう感じにした方がいいかな。2本ずつ植えて2個出ちゃうっていうのが結構もったいないかもしれない。まあそれはね植える人の好みで大丈夫ですけれど、適正なサイズとしては9号ポットで1個の苗を作るというのが適正サイズかな。で豆科だからもっとちっちゃいポットでもいいんじゃないって思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外とね肥料切れ起こしやすいみたいで、苗を作るときに9号ポットぐらいがいいということでした。
じゃあこれにね水をねあげていこうかなと思います。カラカラにね乾いてるので水をあげますが、あげすぎは注意です、うん、まあ別にこの1回でねあげるときにたくさんあげちゃいけないっていうことじゃなくて、乾いてないのに毎日バチャ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 かけてると腐っちゃうよということなので、湿気があるうちはね全然水あげなくて大丈夫です。湿気がねなくなってきたら水をあげましょう。これ何気に便利でしょ。これねあれかき氷のシロップ、ただデメリットはすっげえ匂いがする。そのね匂いが気になるっていう方は、100均とかでさ、あれはマヨネーズかけるやつなのかな、お好み焼きとかに細い口が3つぐらいついてる容器とか売ってるので、まあそういったものでねあげてもいいのかなと思います。かき氷の容器蓋もついてるし、口も3つあって意外とコンパクトにね収まっているので結構便利。そんなこと言ってる間にね水が出てきましたね。でこれねまだ今のところは土が全部水を吸い切ってないので、まあわざと溜めてる、下から吸い上げると思うんでそのままにしてるんだけど、長い時間ねこのまま放置しないようにしてください。加湿でねビタビタになっちゃうんで、土がね水吸ったらもうそれで OK と、水はねちゃんと捨てるようにしてください。でこれでねとりあえず発芽するまで待って、種まきからそうだなどれぐらいかな、3週間ぐらいで植えられるようになるのかなっていう話はちょっと聞いてるんですけども、ちょっとそこはねやってみたことがないのでわからないですけれども、まあ3週間ぐらい育てるということになります。まあ多分ね難しいのはやっぱり最初のうち芽が出るまでに腐らないように、加湿で腐っちゃうとか高温で腐っちゃうっていうのを避けるっていうのが一番大事なのかなと思います。ってことでね今回は自分もね初めてなんですけれど、そら豆のね種まきをしてみました。これからね、3週間ぐらい経ったらまたね植え付けて来年のね春に収穫っていう形になるかなと思ってます。ということでね、今日はこれぐらいにしてね、終わりにしようかなと思います。この動画参考になったとかね、面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとかチャンネル登録と、あとね、他にもね、新しい動画見たいよっていう方はね、ベルの形の通知ボタンっていうのをね、震えてる形にね、しておいてもらえると、新しい動画のね、通知がいきますので、気軽にポチポチっとしていってください。Twitter、インスタもね、始めてますので、もしよろしければね、気軽にね声をかけてくれると嬉しいなと思います。本日はこれまで、また次回の動画でお会いしましょう。